大大門門君、えー、日本共産党の大門美氏でございます、えー、決算委員会ですので、税金の取り方あ、税収に関わる問題として、今話題のですねタックスヘーブについて、えー、取り上げたいというふうに思います。まずあの、先ほど指摘もありましたけれども、今、貧困と格差が広がっております、資料も用意いたしましたが、えー、いわゆる貧困世帯、最低性経費以下で、 生活する世帯が1000万世帯1 0万世帯近くにまで増加してきております。ワーキングプアも急増して、貯蓄ゼロ世帯も急増しているというところでございます。一方、あのこの委員会でも指摘がされてきたと思いますが、金融資産を1億円以上持つ富裕層がもう急増して。 110万世帯を超えたということで、まあ、貧困、貧富の格差が拡大をしております、こういう中でのパナマ文書問題でありますけれども、パナマ文書をきっかけに、大金持ち大企業がタック成分、つまり税金がゼロとか、あるいは非常に低い税率の国、地域にペーパーカンパニー、実体のない幽霊会社を作って、課税逃りをしていることが暴露されて、世界的な大問題になっていると。 いいうことでござままますす日本のの大大金持ち大企業の名前も上がっております、まあ、普通の国民にすれば、ですねあるいは中小企業にすれば、海外にペーパーカンパニーを作って、ですねいくらあのかっこつきですけれど合法的とはいえ、税負担を逃れるなど、自分たちにはできないと、そういう点からも、税の公平性からも怒りの声が上がっておりますし、またあのパナマだけではなくって、世界のタク成分を使った課税逃れの金額は、 いろんな推計ありますけれど法人税だけでも20兆とも30兆円とも言われております、その分、各国の社会保障や貧困対策に回す財源が失われているということでありまして、これは日本も同じでございます。まずあの総理に伺いますけれども、総理は今のところ、消費税のです、ね、10%への増税を否定されておりません。 延期中止するとはおっしゃっておりませんけれども、こういうタックスヘーブンを利用したです、ね、大金持ちとか大企業の課税逃れを放置して、庶民に増税するなど、まあ、到底許されるものではないというふうに思いますが、総理、いかがですか。安倍内閣総理大臣 多くの方々、例えばサラリーマンの方々の場合は、給料、天引きでございますから、まさに当面の中できっちりと税金を払っておられるわけであります、その中で一部の人々がです、ね、租税回避を行っているということが事実であるとすれば、課税の公平性を損ない、納税者の信頼を揺るがす大きな問題であると考えています。課税税当局は租税条約等によるる情報交換をを含めててあらゆる機会を通じて 情報収集を図るとともに、問題のある取引については、徹正公平な課税に向けた執行に努めていると承知をしております、また、国際的租税会避については、各国が連携して対応しています、まあ、先週、仙台で行われた G7 財務大臣中央銀行総裁会議においても、先の G20 の議論を踏まえ、まあいわまあ、いわゆるパナマ文書に関連して、さらに議論が行われました。まあ、では国際的な 課税の枯らに対応するためこれまで OECD、まあ、また G20 が推進してきたベップスプロジェクトや非居住者の金融口座情報をより多くの国で共有していく仕組みを取り組みを各国が足並みを揃えて直接に実施することが重要という点で一致をいたしましたまた非協力的地域を特定する客観的基準など 税の透明性を高める取り組みを実施することの重要性を再認識したと再確認したと承知をしておりますそして先般パナマの大統領が来日をいたしましてこの問題についても議論をいたしましたいわば今までなぜパナマの法律事務所でそういうことがあったかといえば情報がですねこの各国とお互いに総合的に これは共有されていなかったということであったわけでありますが、OECD の国際基準に沿った金融口座情報の自動的交換のための協定の締結についてですね、パナマとの間では、日本が世界で初めてこの交渉を開始いたしまして、今般、世界に先立って実質合意することに至ったわけであります。今般の伊勢志摩サミットにおいては、議長国として国境を越えた 不公正な課税逃れを防止するために、OECD ・ G20 で決定した事柄をですね各国が確実に実施していくよう、働きかけを行い、国際的な議論をリードしていきたいと考えております大門三吉君。その国際協調、を後でまた質問したいと思いますが、このパナマ文書とかですね、今まであのこれが初めてではありません、タックス成分では、 あいろんな指摘がありまして、名前が出てくる大金持ちや大企業はですね、まあ、合法的にやってるんだと、脱税ではないんだというふうに反論してきましたけれども、しかしあの、合法的なら何や,何,や何やってもいいのかと、あるいはあの課税逃れがです、ね、合法になっていることそのものが問題じゃないかということが今ね、指摘されているという段階でございます。そもそも一体どういう方法で課税逃がれが行われているのかです、ね、一般にはまだよく知られておりません。 実際にはあの複数のタック成分をつなあの使って、複数のペーパーカンパニーを経由して介在させて、大変複雑で巧妙なやり方で行われているわけですけれども、まあ今日はちょっと最もシンプルな、あですね実際に行われた事例をご紹介したいというふうに思います。これはあのユニクロの会長兼社長の Y さんの話です。ももう誰か分かってしまいまいすけれども あのこれは金融庁に提出された大量保有報告書で、えー、明らかになっておりますけれども、2011年の10月に Y さんはですね自分が持っているユニクロの株を、531万株をですねオランダに作ったペーパーカンパニーです、自分が全部所有している、株を所有しているペーパーカンパニーに、ねえー、譲渡と言いますが、実際にはあの移動しただけでありますけれども、その株式の配当を 2015年ベースで計算すると、約18億5000万ぐらいになりますで。それを日本でそのまま Y さんが保有するとですね、9億円を掛か,かる税金が、9億円を超える税金がかかるという計算になります。ところが、オランダに移しますとですね、えー、日本との租税条約によって、オランダにある資産管理会社ですね、えー、が受け取る配当に対しては、 日本の所得税10%が源泉徴収されるだけと、つまり2億円だけ,しか2億円だけ払うと、差し引き7億円ですね、えー、節税になる、税逃れをしたということで、えー、ございます、えー。このタック成分に、これはあの、Y さん1人やってるわけじゃないですよ、いろんなあの富裕層がみんなほとんどやってるようなスキームであります。で、このタック成分、遺産管理会社、ペーパーカンパニーを作って、 に、そこに、まあ、資産売却しているわけですけれど他ほかにもいろいろ使われてまして、ですね、あの資産管理会社の名前で、この本人が住む家を、豪邸を買うと、でそこに住むわけですねで、今度は家賃を払うという形をして、さらに節税をするということまで行われているわけであります。これがまあ あの一番シンプルだと言いますかね、広く行われている風逃れのスキームでございます。で先ほど、総理から各国が協調して、国際協調で、それは大変重要なんですけれども、実はあのタックセーブ問題というのはです、ね、今に始まったことではありませんで、す、あ、で、のー、に1998年にはです、ね、OECD の租税委員会がこの問題を指摘しております。えー、そうこういうい大大金持ちとか大企業の行動をです、ね 税金を払わずに公共サービスにただ乗りをしていると、財産を移動できない国民に負担を押し付けているということを、OECD がですね、もう1998年に厳しく非難をしているわけであります、それから20年近く経っても、パナマ文書で出てきたように、いまだあいろんな風逃れが起きていると、まあ,あ OECD はね、日本が主導してきたところありますから、頑張ってはいるんですけれど対策としては父としてなかなか進まないんで、 風逃れを起こしているということでありますので、先ほどありましたけれども、サミットも含めて、ですねあの日本がリードする責任は大変重いと思いますので、その辺は本当に頑張っていただきたいというふうに思います。同時にですね、じゃあ、日本の中でどうなっているかと、日本の税制がどうこれを防いでいるかという点をあのお話したいと思うんですけれども、タックスヘイブンにこうペーパーカンパニーを作る目的というのは、税金を逃れるだけじゃなくって、 そういうタッグ、西部の国や地域はです、ねあの、非常に金融規制が緩いと、えー、リスクの高い、入りたんですけど、リスクの高い金融商品を蘇生して、えー、そこに出資できると、日本の中ではなかなか手の出せない金融商品ですね、マネーゲームですけれども、それがやれるということで、こういうペーパーカンパニーに子、えー、会社を作ってですね。 投資をすするわけであります日本が最も積極的に証券投資をしているタックス成分は、パナマではありません、京ン諸島でございます。京ン諸島への日本からの証券投資額は、えー、フローですけれども、63兆円でありまして、えー、作られているペーパーカンパニーが掌握されているだけで、524社あります。この収益すべて、今、日本の本国が課税しているんでしょうか。 麻生大臣いかがですか麻生大臣今ご指摘がありましたとおり京阪諸島への投資額これは日銀の国際収支統計によりよって2014年度末でちょ直接投資残高2兆3637億、えー、証券投資残高63兆2946億円であると承知をいたしておりますでこの投資額は外国子会社合算過程の対象となっているかにつきましてはこれは この納税者の事実関係が提供されております税制というのがそれぞれ異なっておりますんでいわゆる一概に申し上げることはこれは困難なんですが全てが課税されているわけではないというようなことはご指摘があることは事実だと私どももそう思っておりますしたがいましてこの外国子会社合算制度の見直しなどこの家庭逃れというものに対応した制度というものの見直しというものをこれ考えねばならんところなんで執行面におきましても適正な まず公平という意味な課税の実現を努めてまいりたく今回の先ほど総理からのお話がありました仙台におきましてもこの話が昨年の11月1一日に OECD にやらせていただいてこれの,あの法律を作っただけでこれ執行しなきゃ意味がありませんのでこの執行するための会議というものをこの6月京都で第1回会議をやらせていただきます。加盟しております OECD の方が43 ということで案内をしております現実問題、100か国を通る方々の参加が見込まれておりますので、それなりの影響が出てきつつあると思っております。大門三吉くん。すべて課税されているわけではないですよね、数字から言ってもですね。で、どうやってですね、課税逃れをしているのか、えー、いろんな金融機関なり、あの専門家の、まあ、関係者の証言も含めて、一つわかりました。 広く K ーマンで使われている仕組みでございます。あのパネルにいたしましたけれども、これ、テレビ初公開で、えー、ございますあの。事前信託、チャリタブルトラストという仕組みが、K ーマンでは広く使われております。で、どういう仕組みかといいますと、まず左側ですねあの、通常の仕組みっていうのは、今、麻生さんからもありましたとおり、通常はですね、日本の投資家が、 ケーマンで証券投資をするときに、子会社ペーパーカンパニーを作ってもですね、その会社を使って投資をして得た利益はですね、日本の親会社の利益と合算されて、税金を取られると。そう簡単にですね、子会社を作っても逃さないぞという、基本的にそういう仕組みになっているわけですね。えーです でところがです、ね、それだと全部把握できるはずですよね、課税できるはずですね、それを逃れるために何をしているかといいますと、えー、右側の事前信託、チャリタブルトラストという仕組みでございます、関係者の間では、チャリ,チャラチャリトラと言われているぐらい、愛称で呼ばれるぐらい普及している仕組みで、えー、あります。どういういいい仕組みかととまますとまず日本のの親会会社社持っている子会社の株式を 信託会社に信信託託をすするわけですねで会社は慈善団体、これはあの名目だけですから何でもいいんです、えーえー、の国際赤十字でもいいし、なんかあのとりあえず作った慈善団体で何でもいいんです、そこに信託宣言を行うわけであります、この、なかなかちょっと法律的に難しいんですけど、この時点で株式の形式的受益者は慈善団体ということになります。 で同時に、子会社の株主は、親会社でなくなって、えー、日本の親会社と子会社のですね、資本関係が遮断をされるわけですね。まあ、要するに、簡単に言いますと、そのままだと課税されるんで、株を信託するという形を取って、ですね、親会社と子会社の資本関係を法的に切り離すわけですね、遮断するわけです。そうすると、子会社で稼いだあ利益はですね、 えー、親会社と資本関係がないということになりますので、形式上、合算されないということになって、えー、税金をおがかからないということであります、えー、形式上あの、受益者は慈善団体ということになりますけれどこの子会社は慈善、ね、団体に利益をおお渡そうなどという考えはさらさらもともとないわけですね。で事前団体も自分から あの利益くださいと言わないから慈善団体なんですよねで、そういう仕組みになっておりますので、えー、子会社の利益は慈善団体に行かないで、税金もかからず、その子会社のところでずっと蓄積されていって、また再投資に回されると、利益はどん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 あの子会社の中で蓄積するわけですね、これはあのこの部分については、税金はずっとかからないということですね、で最終的にじゃあ、その子会社に税金かからないで、再投資を繰り返して、 たまった利益はどうやって還元するのかというと、これがまた他の国の託成分を使ったり、資産管理会社を使ったり、あの手この手を使っていってですね、還元していくということが行われているわけであります。まあ、その前段の一番最初に、えー、ケイマン諸島にペーパーカンパニーを使って、えー、利益をどんどん生んでも税金を払わないという仕組みは、ここにあるということでございます。これは、あの、 全く日本の,です、ね、あのタックスヘイブン税制を回避する、本当に小馬鹿にしたようなです、ね、やり方だと思うんですよね、でこれはあの国税庁も実は注目しているというふうに聞いておりますけれど、あの麻生大臣、これはどういうふうに対処されていかれますか麻生大臣あの。これを分かりやすく説明していただくのを大蔵省じゃなくて、共産党から説明していただいて、本当に分かりやすく。ええ 大倉省にしゃべらせると財務省にしゃべらせると分かり分かりさらにわかんなくなる方が多い。 で我々の頭にはついていかないとかいっぱいあるんですけれどもあのものすごくわかりやすく説明しておられ,ておられたんであのこういうのは,はな簡単な話を難しくしゃべるならうまい人は多いんですけど難しい話を簡単にしゃべるっていうのはなかなか頭のいる作業なんで改めてあの大門先生って頭がいい人なんだなと最初に感心,心,心しさっきから聞いていましたあのおっしゃるとおりは今の分析が正し,正しいんであってあのわれ今回の。 あそこの仙台仙台の会議の中でもこのチャイタブを取らすっていうのはこれはもう昔からあのよく言われてる話でもありますんで私どもとしてはこれは全て合法ですからそこが問題なん これ違法だったらやり方いろいろありますけど合法なところが一番問題なんで私どもはこれ 3, 3年前の5月に G7 の、えー、バーミンガム社でこの G7 をやりました時にこれは日本が提案してこの,この話を何とかしようじゃないかというのを持ち出したのは日本たまたま OECD の総織委員長が日本人だったために一斉にやるということで、まあ、3年かかって昨年の11月これができたんですがこれを施行すると。 いうことを今からやっていくのにあたって今年の5月これをあの会議をやらせていただいて正式に6月に実際に施行するためには何が必要かとこれ各国みんな持ち寄って情報を全部提供してもらわないといけませんけれども一番肝心なことは先ほど総理からお話がありましたようにこの話を今、まあ、パナマが話題になりましたけどパナマはこの種の話の世界190何カ国の中で 入っていないな情報交換をすることを全くしていなかった国だもんですからその国と情報交換を自動的にやりますということを交渉開始を決めたのが4月で今年の5月の20日の日に正式にこれを正式にサインというところまで来ましたんでこれは一歩でありますけれどもこういった形で各国全部そういったことをしていただくことによって向こう側にこの情報を。 いうものが入ると向こう側の情報もこっちに入るということ事情公開になりますので補足しやすいという形になっていく。ここあのまずは第一歩はここからだと思っております。ダム未知。ええー、あの総理はあのこれからですねサミット。の場でこういう議論もあるのかと思いますけれども。あの O. E. C. D. はずっと租税委員会に日本のね財務省から。 あ人を出して、ずっとリードしてきたことは確かなんですね、でそのときにやっぱりなかなか、まあ、日本の財界も反対しているというのはありますけれどなかなか前に進まないで、対策が進まないできたんですけれどもこ、今回ですね、このパナマ文書に関連して、やっぱり出てくる議論というのは、ですね OECD の中でもそうなんですけれどそもそもタックスヘイブンって何なんだと、ね、あの企業の行動は自由で、合法的ならどこで何やってもいい そういうことやってるから税の引き下げ競争になり、各国の財政を圧迫して、空洞化を招いて、貧困が広がってと、大きな捉え方をね、今こうなってきて、あの、そもそも、稼いだところで、ちゃんと税金を納めるのは当たり前だというですね、当たり前の原則を OECD がね、打ち出す、柱の中心に打ち出すようになったんですね。ですから、そういうの、まあ、企業の行動は自由で、あの、あまりひどいことやらないで、ね、合法的な範囲でやってくださいとかですね、 そういうことではなくても、もそろそろですね、えー、当たり前のことですけど、稼いだところでちゃんと税を納めて、その国に納めて、えー、社会貢献もするという立場で、あのサミットの場でもです、ね、みんなが考えるべきだと思うんですが、いかがでしょうか安倍総内閣総理大臣。まあこれはまさに大門先生がおっしゃったとおりだと、このように思います。やはりこの正直者がバカを見ない えー、社会であって初めてみんなが一生懸命です、ねえー、頑張って仕事をしていこうということになるんだろうと、えー、このように思います、そしてまた企業は存在する以上です、ね、その地域のさ、えー、まざ、あ、まなサービスを受けているわけでありますから、そのサービスは税金によって、えーえー、供給されているわけでありまして。 そういう認識をしっかりと持っていくということも大切でしょうし、先ほど財務大臣から、えー、答弁をいたしましたように、まあ、合法であるということが問題だあって、まあ、どうしても合法であれば企業はですねそうした税をなるべく節税をしようという行動に走るわけで,でありますから。これは 国際的にです、ね、しっかりと強調して、ルールを作っていくということが大切だろうと思います。まあ、ネットの世界においてもです、ね、ではどこで一体それは決済が出されたんだということになってです、ね、ネットのサービスで買っても、実はそのときの消費税は日本では払われないということも、これはあったわけでございますが、まあ、そういうことを調整しながら、国際的に調整しながら、今日に至っているわけでありますが、しっかりと多くの方々が納得をしていただく。 えという,う状況を作っていきたいと、このように思っておりますあのそういうふうに頑張ってもらいたいと思うんですけれども、まあ、今の日本の税制にがざるになっているという一つのこの典型なんですけどね、K マンのペーパーカンパイにきちんと課税すれば、はっきり何兆円出てくるという数字はあの、マクロでしかないんですけれども、少なくとも消費税の増税しようと。 いうことは必要なくなるぐらいの規模のです、ね、税収は入ってくると私は思うんですね、そういう点からいきますと、もう一度お聞きしました、最初のお質問と同じになりますが、こういうことが今、話題になって、日本の企業も、これ、パナマ文書だからあれですけど、K マン文書だったらいっぱい出てくると思うんですよね、日本の企業はですね、そういう中で、やっぱりこの時期に、こういうときに、こんなものは放置されて、消費税の増税なんてのはとんでもないと。 庶民増税とんでもないという、これはもう新聞の当初にもいろいろ出てきますけれど総理はあのこの先ほど言われました、真面目,真面目に、ね、働いてる人はばかを見ると、まさにこれ、ばかを見る事例ですよね、これ、放置されて、やっぱり消費税の増税とかいうことはです、ね、ちょっと違うんじゃないかと思いますが、そのといかがですか。安倍内閣総理大臣 先ほどのご指摘は全く同意をしたわけでございますが、今のご指摘は少し、えー、意見を異にするところでございますが、まあ、確かにです、ねえー、税の公平性ということがです、ね、担保されて初めて、えー、一般の皆様もです、ね、自分も税金を払おうというお気持ちになりますから、それをしっかりと確保していくことはとても大切だろうと、このように思います。と同時に、えー、まだこの、そこにでは、そういう仕組みがない段階においてです、ね、どれぐらい税収が、 入ってくるかということを計算する中において、大切な社会保障費に充てるものを、ね、我々れこれ、それを充てるということをです、ね、前提にするということはなかなかこれはできないわけでございまして、私どもといたしましては、従来から申し上げているような考え方のもとにです、ね、消費税については考えていきたいと、このように考えております大門美木君あの。よく消費税はね 社会保障のためという議論が先ほどもありましたけれども、ね、あの消費税いくら増税しても社会保障はよくな,かならなかったというのが国民の実感ですよね、でその根底、何があるかというと、結局、消費税増税、導入して増税してきましたけれど、その税収が結果的にね、結果的にやっぱり法人税の減税分に回ったとか、あるいはこういう課税逃れをした税収減の穴埋めに回ったと。 結果的に大きく見ればそういうことになるわけでありまして、やはりあの消費税の問題、えー、本当にこれは真剣にです、ね、あのこんなときに増税が許されるのかということはあのお考えになるべきだというふうに思います。日本共産党はあのこの大企業や大金持ちの課税逃ら許さないのは当たり前で、むしろ今、儲かっているです、ね、大企業や大金持ちにきちんと、もっと負担能力があるんだから、払ってもらうべきだと、えー、その点では本当に富裕層がです、ね、これだけ増えているわけでありますんですね。 えー、富裕層に対する、えー、所得税の,あの最高税率の見直し、証券取引の関係のです、ね、税率の負担をもっと、今でも低いわけですから、えー、欧米並みに負担してもらうということをあの訴えてあの、頑張っていきたいと思いますが、本当にあの消費税では中止を強く求めたいというふうに思います。